き続き我が国に上陸して要点の核を基とする敵部隊に対し、沿岸部および内陸部において富士共同団がそれぞれの職種の能力を結集し、総合戦闘力を最大限に発揮して攻撃する場面をご覧いただきます。はじめに本日行う統合による作戦のシナリオについてご説明します。前方スクリーンをご覧ください。ここでは我が国の島嶼部の占領を基とする敵が海上から侵攻する場面を想定しています。まず陸上、海上、航空自衛隊が連携して行う統合による作戦により、海上から侵攻する敵艦船などを撃破する場面を展示します。本来この場面は洋上での戦闘行動となりますが、今回はその戦闘要領を広場での展示と前方スクリーンのビデオ映像でご覧いただきます。それでは陸上、海上、航空自衛隊が連携して行う統合による作戦から状況を開始します。なお戦車が射撃をする際、大変大きな音がしますのでご注意ください。またヘリコプターの接近や風向きによっては、煙、砂塵、小石などが飛んでくる恐れがありますので、ハンカチで顔を覆うなどの対処をしていただきますようお願いいたします。状況開始。上空をご覧ください。現在雲が低く確認できませんが、海上自衛隊の哨戒機 T3C が我が国に接近する潜水艦を含む敵艦船の情報収集を行うため出動します。前方スクリーンをご覧ください。ご覧の映像は現在敵艦船を捜索中の P3C です。 P3C は各種のセンサーを搭載し、洋上の敵艦船や海中に潜む敵の潜水艦も探し出すことができます。続いて航空自衛隊の F2 戦闘機が海上自衛隊の P3C などから得た情報に基づき出動します。前方スクリーンをご覧ください。 F2 戦闘機は搭載している空対艦ミサイルで洋上の敵艦船に対して攻撃を行います。続いて陸上自衛隊の無人偵察機システム FFRS により洋上をさらに前進してくる敵艦船の情報収集を行います。前方スクリーンをご覧ください。現在ご覧いただいている映像は無人偵察機システム FFRS の飛行場面です。この無人偵察機システム FFRS は陸上自衛隊が保有する情報収集の手段の中で最も遠距離から目標の情報を収集してリアルタイムに正確な映像情報を伝送することができる装備です。ご覧のように FFRS から敵艦船の接近してくる映像がリアルタイムで司令部の火力調整所へ送られてきます。火力調整所は主要な火力を効率的に使用するための調整場所であり、野戦特化部隊が装備する火力戦闘式統制システム通称フックスを使用して各種手段により入手した映像などの情報から最適な火力戦闘手段を瞬時に判定して射撃部隊に指示を与えます。こちら火力調整所、エリア F に接近する敵艦艇を確認。富士共同団は対艦戦闘を開始せよ。広場中央をご覧ください。敵の海上侵攻に対応する88式地対艦誘導弾システムの捜索標定レーダー装置と発射機2機が展開しています。このシステムは通称 SSM と呼ばれる長射程の対艦ミサイルシステムで、昼夜を問わず長射程かつ正確な対艦火力を発揮することができます。
広場左手をご覧ください。レーダー装置が目標の捜索を開始しました。このレーダー装置が入手した目標の情報に基づき SSM が射撃を行います。標定完了。目標 T の人々、発射弾数12発、 TOT 人々35。不意共同弾は対艦射撃を開始する。前方スクリーンをご覧ください。発射準備を完了した88式地対艦誘導弾システムの発射機がミサイルを発射します。地上から発射されたミサイルは山や谷などを迂回しながら洋上に出て低高度で飛翔し目標に命中します。統合作戦による対艦攻撃を回避した一部の敵艦艇及び上陸用舟艇が我が国の沿岸部に接近してきました。火力調整所、こちら潜伏設港、敵指揮官車列発見、座標44人と1人は停止中。沿岸部において敵上を監視していた潜伏設港から統合火力の調整所に重要度の高い敵の目標に関する情報が送られてきました。こちら火力調整所了解。XA 号発動。 F2 は敵指揮官車列に対しレーザー JW による対地攻撃を実施。潜伏設港はレーザー誘導による目標へ火力を誘導せよ。空中待機していた F2 戦闘機が火力調整所の統制に基づき対地攻撃を行います。この F2 戦闘機が対地攻撃に使用するレーザー JW は目標に誘導用レーザーを照射することにより弾薬を精密に爆撃地点に誘導することができます。こちら潜伏設港、10秒後から目標にレーザーを照射する。ここで航空自衛隊の F2 戦闘機による航空火力についてご覧いただく予定でしたが、本日は飛行経路の天候不良により戦闘機の飛行は行えませんので、あらかじめ地上に設置した爆破薬により対地攻撃の着弾の様子をご覧いただきます。敵指揮官車両及び通信車両の撃破を確認。敵部隊は対地攻撃により指揮系統に打撃を受け分断されたものの、なおも前進を続け二段山、三段山一帯を占領しました。これに対し上陸した敵部隊の撃破を命じられた富士共同団は二段山、三段山を占領した敵部隊を速やかに撃破することを決め、主力の攻撃に先立ち偵察活動を行います。まず空中からの偵察活動です。観測ヘリコプター OH-1 が空中から偵察を行います。左手上空をご覧ください。ただいま上空で偵察を行っているのが観測ヘリコプター OH-1 です。このヘリコプターは赤外線センサーが偵察能力および対空警戒能力に優れた観測ヘリコプターです。こちらは山岡ヘリコプターに兵力を止めようと開始。こちら大川半島で到着までの点警戒されない。航空偵察の結果をもとに地上偵察部隊が情報収集を開始します。敵上監視を行う石膏班が多用途ヘリコプター UH-1 に偵察用オートバイを積載し、空路から敵の後方に潜入し偵察を行います。こちら大川班、何らかの戦闘の敵は大川班に到着されている。大川班は地上偵察に移行する。Thank you.
ますので、ハンカチで顔を覆うなどの対処をしていただきますようお願いいたします。全編正体が到着地域を確保した後、渋滞主力の一部を広場に到着させます。この到着を戦闘ヘリコプター AH-64B が援護します。敵に混乱を生じさせ、これに乗じて潜入部隊が敵の警戒線を突破します。左手をご覧ください。先導班が87式偵察警戒車で侵入してきました。消防庁、こちら一班、片岡隊長、電報した中、お援入隊、消防車かける1、カラーで全面、撮影確認。こちら、消防庁了解。消防は、強行突破により、前進を継続する。
襲撃隊1班、2班、軽装5車班、射撃時、左要線および右要線、射撃目標、オレンジ隊、装甲車、黒隊前面、3隊、襲撃、潜入部隊3班、大田原当初、田原隊および横隊警戒、事故、3隊続行。左両線の87式偵察警戒車及び右両線の軽装甲機動車が敵装甲車と歩兵に対して不意吸収射撃を行います。襲撃隊襲撃部隊の射撃によって生じた敵の混乱に乗じて潜入部隊は一挙に敵の警戒線を突破します。潜入部隊が前進経路沿いの敵に対して射撃します。するためあらゆる手段を尽くして前進を継続します。隊長、こちら偵察共同隊長、異論台から三段山一帯に敵陣地および戦車を含む車両多数を発見。こちら団長、了解。敵は異論台から三段山一帯で防御中と判断する。富士共同団は A 道 B 道沿いに攻撃、三段山を奪取して当面の敵を撃破する。敵情報告を受けた富士共同団長は攻撃命令を果たしました。攻撃開始に先立ち、攻撃前進を容易にするため、味方の前進を妨害する敵に対して、火力戦闘部隊が砲火火力などにより、敵の戦力を低下させます。この際、状況により、海上自衛隊の艦艇による艦砲射撃により、射程距離内の敵部隊を射撃します。まず、先ほどの偵察活動によって判明した敵に対し、OH-1 による空中観測のもと、特化火砲 120mm 迫撃砲及び海上自衛隊の艦艇による艦砲射撃が2段山及び3段山を、81mm 迫撃砲が2の台に対し攻撃準備射撃を行います。こちら AOP 観測準備完了。こちら国家攻撃準備射撃初段発射。初段ダッチャー5秒前ダッチャーク、あ、攻撃準備射撃開始。続いて攻撃を射撃試験する74式戦車部隊及び対戦車部隊が射撃陣地を占領します。ただいま侵入してきた74式戦車部隊は対戦車部隊などとともに味方の攻撃を射撃支援する部隊です。現在黄色い煙が上がっている右の台にはすでに対戦車部隊が射撃陣地を占領しています。特化部隊の攻撃準備射撃艦に判明した6の台の敵戦車に対して対戦車部隊の87式対戦車誘導弾が射撃します。さらに4の台、5の台に現れた敵戦車に対して74式戦車が射撃します。大きな音がします。ご注意ください。
富士共同団は順次敵の戦力を低下させ、敵陣前の障害処理を開始します。こちら選手中隊長、スタンド内、この内正面の地雷原を処理する。特化は障害処理、援護射撃を頼む。施設詳細は戦車用通路の開設、戦車詳細は現在地において施設詳細を射撃せる。こちら特化、了解。施設詳細、了解。戦車詳細、了解。施設詳細の障害処理を援護するため、特化部隊が発煙弾を射撃します。障害処理、援護射撃、初弾発射。初弾、弾着5秒前。弾着今、障害処理、援護射撃開始。国家部隊による障害処理、援護射撃が始まりました。広い地域を覆い隠す発煙弾の効果をご覧ください。第2弾発射。戦車小隊長、こちら戦車小隊3度台及び5度台正面の地雷原を処理する。こちらは戦車小隊長、了解。戦車小隊長、こちら戦車小隊4小野台に敵艦援護頼む。こちら戦車小隊長、了解。援護する。74式戦車小隊が施設小隊の障害処理を直接妨害する4度台の装甲車に対して射撃します。4度台装甲車、大丈夫。特化部隊及び戦車部隊の射撃援護のもと、施設小隊の92式地雷原処理車が右の台及び左の台で地雷原処理用ロケット弾の投射準備を開始しました。74式戦車小隊が障害処理を妨害する5の台の敵戦車を射撃します。敵は戦車及び特化部隊の障害処理援護射撃により制圧されました。右の台及び左の台の地雷原処理車がランチャーを上昇させ投射態勢に入りました。戦車小隊長、こちら戦車の隊、地雷原処理用ロケット弾投射準備完了、投射する。こちら戦車中隊長、了解。投射よーい、投射。26個の爆薬ブロックを内蔵した処理用ロケット弾を投射します。この爆薬ブロックの爆発で地雷を爆破処理して戦車用通路を一挙に開設することができます。本日は実際の爆薬ブロックをおよそ4分の1に減らしたものを使用しています。こちら
初弾発射。初弾弾着5秒前弾着突撃支援車駅発送。
敵の撃破数から突撃可能と判断しました。平成25年度富士総合火力演習を終了いたします。